結構よ、バカみたい。なんだと？私たちは決めたな。歌の歌詞を暗号にするって。僕がただの魚でも、真っ黒な海なんて怖くない。魚はダン、ヨットはリーシャ。ここで何か見つけたぞ。そういえば、確かにそんなのを見たような。マジか、俺は何も気づかなかったぜ。じゃあそっちは任せたぜ。みんなの調査記録を照合したら2箇所見つかったよ。リン、どれから調べてみようか。奇妙な落書きだけど、何かははっきりわかるね。確かに船みてえだが、まず、なんとかしていかねえと。マスター、この先、落書きエリアへのワープポイントです。マスター、巨大なエーテリアスが覚醒しました。こっちに来るぞ。来やがった。マスター、危険なエーテリアスの群れがあなた様方を狙っています。提案、戦闘前に入念な準備をすることを推奨します。始めよう。それ。マウ。おや。万分なく。姉貴、変われ。打ち砕く。休んでくれ。はいはい、この子の可愛さ爆発級。来たぞ。これを受けてみろ。
警告、提案。看板にもいくつか推測。もうこいつはずっと左に行けってことだ。
マスター、我々の探していた生徒の一人です。提案。生徒を安全な場所まで送り届けてから、再度探索に戻りましょう。ガキどもは任しとけ。すぐこっから連れ出すぜ。ありがとうね、クレタ。それにみんな。魚とヨット見つかった。社長、魚の落書きを見つけたぞ。プロ騎士、どうやってあそこまで行ったらいい？落書きは下を指してる。マスター、この先、落書きエリアへのワープポイントです。落書きは下を指してる。マスター提案。